2番線から岩見沢行き普通列車が発車いたします。次の停車駅は豊沼です。こんにちは、おときゅうでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ところで皆様、言霊って信じますか？私は意外と言霊って信じてるんですよね。私、砂川駅で途中下車するの、歌志内線や函館本線、上砂川支線乗りに来て以来なんです。今日はわざわざ訪ねたのではなく、滝川駅で時間がありますので暇つぶしで来ました。東鹿越から2478Dに乗車して、滝川に11時12分に着きました。次の目的列車は、滝川13時36分発、926Dへ岩見沢行きに乗ることです。926Dはキハ 40K で運用ですが、ダイヤ改正で H100 型に置き換えられます。キハ 40K は札幌旭川間923Dで全区間乗車していますので、926Dへ乗車に強いこだわりはありませんが、乗れなくなる車両が走っているのなら乗りたいですよね。今日はもう目的列車はありませんから、岩見沢までのんびり926Dに乗ります。ただ乗車するには滝川で2時間以上時間があるため、暇つぶしを考えます。そこで考えついたのが721系運用も737系2両編成投入で消えますから、 2326M&2325M で砂川駅を往復して北の大地の入場券を買うことにしました。これでわずか30分ですが暇つぶしできますし、入場券も手に入ります。それで滝川から冒頭の 2326M721系に乗車してきた次第です。歌志内線や上砂川支線なんてもう跡形もないですが、砂川駅はそれ以来の下車です。長く伸びていた古線橋も函館本線の範囲だけになり、忍ぶものがありません。駅を感慨深く見学して入場券を購入、12時3分発 2325M で滝川へ戻ります。砂川駅は IC カード乗車券ご利用エリア外です。その通りで、ダイヤ改正前までは使えませんでした。しかし、ダイヤ改正後は使えるようになるため、訪ねた時にはすでに IC 乗車券改札機が出来上がっていました。今頃はこのカバーが外されて稼働していますね。この自動改札機は砂川駅だけでなく、無人駅も含めて札幌旭川間のすべての駅に設置されました。これでしばらく途中下車をしないであろう砂川駅前を改札通る前によく見ておきます。晴れているんですが、雪が降るという面白い天気です。砂川駅はこの程度雪はいつも降るそうで、多くも少なくもないそうですが、結構な積雪が残っていますよね。やはり歌志内線や上砂川支線が残っていた頃に比べますと、駅前は寂れた感じがします。飲食店などがもう少しあったような気がするんですけどね。それでは時間です。改札を通ってホームへ入りましょう。12時3分発 2325M で滝川へ戻ります。3番線に列車が到着いたします。ご注意ください。いやー、何が来ちゃってんですかね。これたった1本しかない3両編成の先頭車 UC と F19 編成じゃないですか。滝川駅に戻るだけでしたから、今は頭の片隅にもこの編成を想像していません。先頭車 UC との車に来ましたら、まだ席は空いていましたので座れました。926Dに乗ってる場合ではありません。 F19 編成の運用を追っかけます。はい、旭川まで乗ってきました。この列車、この後1回新旭川方へ引き上げます。そして次は旭川13時47分発 2328M 滝川行きに運用されますので乗ります。さらに滝川14時28分に到着した後は一旦即線に引き上げ留置されますが、次は滝川15時45分発岩見沢行き 2332M に運用されると言います。これは旭川まで乗った 2325M の車掌から教えてもらいましたが、やけに運用詳しいと感心していましたら、この車掌さんは折り返し岩見沢まで F19 編成の運用と乗務がシンクロ。私も車掌と F19 編成と一緒に動きます。ということで、旭川から時間をたっぷりかけて岩見沢まで乗っていきますが、F19 編成に奇跡的に出会い、撤退する前に貴重な乗車となりました。1月のさよなら乗車は F2 編成でした。F19 編成を期待するも外れたのです。まさか今日出会うとは感慨深いです。この後予定がなかったのも良かったです。旭川から 2152M 手稲行きに当たれば最長運転で本当は一番いいですけど、引き続きダイヤ改正後も岩見沢以南の列車には運用されますのでいいでしょう。もう運用がなくなる旭川岩見沢間で乗れることが貴重で楽しみたいと思います。長山行き普通列車が
ーっとしていましたら13時4分引き上げました。ちなみに冬場は6番線で到着しますが、グリーンシーズンは7番線に到着です。駅中食堂でお昼を食べます。手軽に食べれて安くていいお店です。ラーメンを中心に営業しています。庶民的な味でどのラーメンを食べても大体は美味しいです。観光物産情報センターの奥にあります。13時47分発滝川行きは13時40分頃の入線ですので、そろそろ改札を入ります。13時40分になりますが入線しません。発車案内板のテロップにこの列車は3両編成ですと流れます。ダイヤ改正後は2両編成737系ワンマン列車になりますので、このテロップも見納めです。3番線に列車が到着いたします。ご注意ください。2328M 滝川行きは13時41分過ぎに入ってきました。3番線に列車が到着いたします。ご注意ください。車掌さんはホームから車両へ乗り込むようになりますが、すぐにドアを開けてくれました。根本的に利用客は数えるほどです。たまにしか来ない U シート車両があることを知っている人は少ないです。滝川に14時28分定刻に到着します。 U シートが料金いらずに乗れることを知っている人は多かったですが、満席にはなりませんでした。14時54分即線に引き上げます。次はこの4番線に15時35分ごろ入線、 2332M 岩見沢行きで使われます。7番線からは14時56分発 2329M 旭川行き F3020 編成が発車します。F1009 編成はあそこに留置されるようです。早朝 2471D&2478D で東シカゴへを往復してくれた1749番がいます。 2479D 東シカゴへ行き普通列車が15時10分1番線に入線します。思ったよりてっちゃんは並んでいません。15時45分発岩見沢行きが入線するまで1時間ほど時間があったわけですが、他の列車の入線や出発を取っているとあっという間に時間が過ぎました。 F1009 編成は即線から回送され、4番線に15時36分入線しました。発車10分前に入線しましたが、見ての通り利用客はほとんどおりません。誰も U シート付きの車両が入ってくることも知りません。
岩見沢駅です。途中砂川には15時51分、岩井16時7分、終着岩見沢16時24分に到着いたします。お乗り換えの列車その都度ご案内してまいります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ドアが閉まりますのでご注意ください。滝川駅を15時45分定刻に発車します。こんなシートに座って行けるのならこのまま札幌まで乗りたい気分です。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますのでお立ちの際はつり革や手すりなどにおつかまりください。皆様今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線普通列車岩見沢行きです。列車は3両編成で全て自由席、車内は禁煙です。お客様にお願いいたします。この列車には優先席がありますので座席を必要とされるお客様に席をお譲りください。携帯電話はマナーモードに設定の上通話はお控えください。次は砂川に停まります。次は終着岩見沢です。岩見沢より先へおいでのお客様と室蘭線はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終着岩見沢、ホームは右側3番線に到着いたします。岩見沢からのお乗り換え列車をご案内いたします。函館線普通列車小樽行きは7番線より16時35分です。室蘭線苫小牧行きの普通列車は1番線16時37分のお乗り換えです。今日も JR 北海道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。お降りの際お足元には十分ご注意ください。まもなく終着岩見沢、ホームは右側3番線の到着です。岩見沢は16時24分定刻に到着します。砂川駅で F1009 編成に出会って急遽旭川駅まで行って戻って乗りました。旭川から乗れたのは幸せです。到着8分後には折り返しの準備が整いヘッドライトをつけてくれました。 2333M 旭川行きにもう1回乗るか悩みましたが行くのやめます。 2333M は旭川18時34分着です。旭川に着いてすぐに戻っても札幌22時29分着なんです。今朝は5時に起床で活動しています。そんな遅くまで体力が持ちません。無理せずこれにて札幌に向かいます。
最後はもう聞くことができない旭川行き大橋俊夫さんの自動放送をお聞きください。 F1009 編成 UC と車内で流れる旭川行きが聞けるのはプチ貴重です。ご案内いたします。この列車は函館線普通列車旭川行きです。列車は3両編成で全て自由席、車内は禁煙です。お客様にお願いいたします。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をおかけください。